Thank you.
お姉様でいらっしゃる横山康子様より皆様へご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。そうですね、昨年この、音楽館に作品展にお邪魔させていただきまして、ちょうどそうですね、明日でしたですね、本当に1年経ってしまいましたけれども、その頃はまさかお見かけ通りの体ですから、1年後にまたお邪魔できるなんてことは見込みはつけておきおりませんでした。この度はまたこのような場にお邪魔できて大変嬉しく思います。ただいま三上様と石原様、そして南條様ですが、書院には南條様が伺っていただいたとお聞きして、まだ思いが募るところでございます。大変に生身に越して、兄弟の音楽を聴くなんてことはもう全く、ございません。でもって今日は私にとりましては、初演を聴いたようにございます。本当に感極まってというのはこういうことでございますかね。本当に気持ちがたからんで、お顔がぐじゃぐじゃなるのを一生懸命しきりに抑えておりました。本当にご演奏、そしてお聴きいただいたこのホールのすべての皆々様にお礼申し上げます。ありがとうございます。ですね、こういう状態でございますので、自分の目録に、したためてきたメモがございますので失礼させていただきます。節目気味に暮らしておりますけれども、もう2年が経とうとしております。そんなぐずぐずしてる場合じゃないじゃないのないじゃないのという言い聞かせながら励まし合って、おります。この作曲協議会のもとに今日繰り広げられますこの作品展に、お邪魔できました。その一番の私の、まあ、誇りとさせていただきたいことは、生身に目の当たりにその生身というか生の音楽を直にこうしてお聴きでき、そのプレゼンターしていただく曲を体にいっぱいいただけることが何よりでございます。そうですね、この日を迎えられるにあたりまして、彼のワイフのりこがですね、6時中メールでよくやり取りするんで、電話でもやり取りするんですけれども、井上先生のお計らいを持ってこの3回のお集まりを軸に作品への思いを深められてこの日を迎えられたよし伺っております。この後にその公開が
を迎えられるによし、私なんかはただただここに、その お作品をじっとして聞いているだけで、何の苦労もしないんですけれども、本当に大変な牧師や創作活動への熱い思いなどが手伝って、この場に本当にいいところだなと思いますが、この場所もですね、愛あるところで産声を上げる、そしてお聞きできることはできることを本当に嬉しく思います。こんなにこんな時を先浜塾って塾っていう時ですか、白河様のあれを聞きながら感が極まっておりましたけれども、本当に恵まれの時だと私は思います。でそれぞれ今日応援そうにお披露目される、これは本当に初演の時だと思いますし、また音楽のご誕生ですね。でそれはお祝いだと本当に心からお祝い申し上げたいなと思います。私が申し上げる立場でないんですけれども、ここに参っただけで本当に心打たれております。私はこうつぶやきますときに、毎日が時々記念日だと思っております。特別な記念日じゃないと思っておりますけれども、言わせてください、今日は本当に特別の記念日といたしとうございます。つい先、先日のことでした。このところに立つまでに、ドラマがございましてね、妹からの知らせがございました。井上先生からの お伝達で、作曲協議会の笠野元作品展がまた催されるようね様と言ってきました。5日でしたかね、今日が5日ですね、5日と1時からという簡単なメールが参りました。それと合わせて、あれが参りました、お電話も参りました。そして、それはなぜあえてこのメールのことを申し上げますと、そのメールが参りました時間帯なんですね、夜も更けた深夜だったんですね。よくメールのやり取りをするんですけれども、こんな時間帯でのやり取りは珍しいことでございました。ですからピンときました、悟りました。彼女の思いが尋常ではないということを聞きました。で、私たちは宮崎に住まっておりますので、どうしてものか、またこういう体でもございますので、一人では参ることができない、どうしたものかとぐずぐずお返事をためらっておりました。そうしますとですね、家族が、お母さんこれお盆とお正月で便に来たんじゃないのという、そういう向こうではそういう言葉をよく言いますが、なんとかしたいねとしておりました。そうしましたらまたメールが参りまして、そのメールがですね、こうでした。飛行機の切符はありますからと来ました。空港へはお迎えに上がりますと、はぁと、サインはもう切って落とされたと、ぐずぐずしていられないと思いまして、汗さんでたわけでございます。なんですね、今日はエミジュ君もバイオリンソナタを演奏していただいた三上様と石原様、南條様に本当にそしてこの振り返りますときに、昨年1年に巡ってお名前を控えさせていただいてますけれども、素晴らしい友人が、昭和の友人様がいらっしゃいまして、その再演をさせていただいているやに聞いております。そのことで、妹がですね、お姉様、曲が一人歩きしてますって言っているんです。して一人歩きしてるかのような錯覚を覚えました。で、私思いました、日頃お蔵に眠ったきりの作品が、作曲者の皆様のですね、いずれの方もそうですが、
皆様に手招きくださる大切に愛される作品として息を吹き込んでくださる、これ以上の妙理は喜ばしい立場の妙理はございませんね。本当にそれを感じております。もう家族として身内として今日一緒に同行しておりますけれども、感謝のうちにここにいさせてもらっております。本当に贅沢な時間でございます。今日は本当に幸せに浸れる思い、この後も楽しみにありがたく過ごさせて